実は、奥貫幹事選手に来ていただきました。お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、キャンプ始まって二次キャンプ、続いてますけどもいかがですか。そうですね、まあみんな楽しくやれてるかなっていうふうに思います。二次キャンプのルームメイトは誰ですか。ルームメイトは黒川選手ですね。どうですか生活。そうですね、淳君とは、まあ、年齢も近いですし楽しくこうやれてる感じはあります。昨日の練習試合では2得点挙げましたけども、はい、振り返ってみてどんなゴールでした。そうですね、1点目は、まあ、最初にもう1個チャンスがあってで同じような形であったんですけどそこで外してしまったんで、まあ、そこと同じこう場面だったので、まあ、次は決めてるやるっていう気持ちで打って決めた感じですかね。特に2点目はこう右足ですごく攻めをついたシュートでしたけど、はい、あれイメージ通りにうまくいった感じですか。そうですね、あれはもう去年から結構練習はしてるんであれがこう決まったっていうのはすごい良かったかなって思います。昨日はあの2トップで出ましたけどもフォワードでの出場っていうのはどうでした。そうですね、まあ、去年も何とかやってたんでもうこう難しく考えずにコミュニケーション取りながらできたかなっていう、うん、まあ、初めてあのハスキッチと一緒に組みましたけど結構なんかいいボールが出てあの、はい、オフサイドとかあのハンドになっちゃったシーンとか、あ、はい、すごくいい感じでできてるなって思ったんですけど。そうですね、最初はこううまくできなかった、うまくこうなんか動きの違いとかあってうまくいかなかったことが多かったんですけど、まあ、最後になるにつれてこう動き方とか分かってお互いこうコミュニケーション取りながらうまくできたんでそこはこう、まあ、僕的にもこうやりやすくできたんで良かったなって思います。ではあの最後に、まあ、開幕に向けて、意気込みをお願いします。そうですね、やっぱこう、まあ、前でプレーする限りやっぱこうゴールっていうのは狙っていきたいんで、まあ、最低でも2桁っていうのは狙っていきたいなと思います。わかりました、ありがとうございました。ありがとうございます。